にちは。何って言ったん？呼んでんの？めっちゃ呼ばれてます。映ってないよ、リタ。もうちょっとこっちに乗るの？何？ビューミーちゃん、あ、ビューミーちゃん出してきたい。こんばんは、ビューミー。どうも。こんな早い時間、10時半とかはまだお仕事の方も全然いらっしゃると思うんですけど、すいません、こんな早くに。そう、こんにちは。え、ララも来たい？来たい。ちょっとララ呼んできますね。一瞬だけ抜けます。リタ頑張って持たしてね。よくしょ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 、はい、いけた。小屋から出してきてあげました。おお、ララです。こっち、みたんはこっち、ララちゃんはこっち。こんにちは、ララです。ララ、これがリッタン。トイプードルのリアラと赤星インコのララです。わ、花びらありがとう。勢ぞろいですよ。今春休みだから勢ぞろい。なかなかね、ララが登場すること最近少なかったんですけど。そう、お決まりの携帯に止まられます。で、リッタン、リッタンは舐めすぎだ。うん、もうね、動物がいっぱいです。うん、二人でチューチューしときなよ。ほら、大ちゃん、これモフモフよ、この人の。こんな感じで、あの、平日の平日のお昼も賑やかです。家はなんですか、リタ。ほら見て、これ手捕まえられて、何もついてないんですよ、別に。ただあの、甘えん坊なだけなんですね。え、今日は雨だから散歩も行けないしね。こんな感じで舐めてきます。あ、そうそう、甘えん坊なんですよね。何、リータン、おもちゃ持ってきたら、自分でな、おもちゃ持ってきたらな。あ、ララちゃん、おもちゃ教えてあげて。ありがとう、おもち、ララちゃん、おもちゃ。ピピ？ピピなの？あなた、ララちゃんよ。お話ししてみて。ララって。ララ。ピピじゃない。あなた、ララ。ララっていうの？はい、ララ。ララ。ララ。両サイドからのチュー。こっちはお話聞きたいから口に来るんですよ、ララは。そうだよ、お話聞きたいんでしょ。これどう思うの？もういいっすよ、こっちの顔の水分も吸い取られるんで。ララちゃんみたいにか。あと、ララのことも映ってない。分かった？前向いて、前向き、はい、自由です。あ、わ、ゆうすけ
さ、クマありがとうって。クマ、はい、クマ、はい、みんな、みんなが思うクマしてみます。せーの、クマ。ありがとう。クマ。もうちょっといい人は君たち。バイバーイ。ね。一気に画面が静かになったと思ったらまた帰ってきたよ。何ですか君たち。もう何ですか、もう何ですか、もう騒がしいんですけど、ちょっと多い。じゃもうルッターもララもいい加減にしてください。けどリッター本当に生きてもいいけど、舐めるんだったら話せないんだよね。それは2人の時にしてリッターで、尻尾が映ってます。治りました。呼ばないで。キキちゃんは今いないじゃん。もねえ、リッタンどっか行きましたよ。リッタンどっか行きました。ピピピピだけだ。あ、なんかやつが、あ、もうじゃあまた手をなめな。だから何もついてないって。ほら見て、なんかついてる。どう考えても何もついてないですよね。舐めないで。自由っすね。こっちの鳥は、あの、私の髪の毛をこう引き出して遊ぶんですよ。毛づくろい的な。でこっちは手を舐められるし、毛づくろいされるんですよ髪の毛。この髪をねピーって一本引っ張り出してきて、それをねやってくるの。そしたらアホ毛が何回も出るじゃん。ララアホ毛スティックっていうかさ、その何ケープみたいなんで髪をアホ毛が出ないようにしてるのに、それをさ出してくるんですよこのインコね。意味ないでしょ。髪の毛こうやってピーって一本こうやって出すんですよ器用に。ね、でこっちはずっと手を舐めてくるしね。そろそろ君たちのターンは終わりだ。どっかちょっとどっか行って、どっか行って。こうしとこ。いいけど通さないでね。あ、2人とも何したん今。あのスマホの上にララが乗ってるんですけど、そこに注視に行こうとしたね。ララは嫌なんだって。やめてあげて。リッタも雨も嫌だね。また乗ってきた。だからリッタこう来ても、リッタもう帰って。リッタおもちゃ取ってきてじゃん。長いて、長いて、話せない。こんにちは。こんな感じなんですよ。リッタン、リッタン、もうペロペロ大丈夫、大丈夫。ね、ペロペロ仕返すぞ、リッタン。ペロペロできない作戦。ちょっとリッターもう、はい、測ったから、バイバイ。はい、ピッピはな、いい子に待ってんのに。ピッピはいい子に待ってんの。ピッピって誰。キキ、キキ、キキじゃないじゃん、ララじゃん。ラッピーだよ、ラッピー。
これはララちゃんじゃない、あ、ミーでしょ、ラッピーちゃん、それはあなた、あなたラッピーちゃんけど本名ララだけどね、アレンジしてるけどラッピーちゃんじゃないよ、あなたララちゃんだよ、覚えてて、そうチューチューチューってな、うん、ピッはーいってな感じで、何ですか、ご機嫌ですね全員がね。雨今日すごい降ってましたね、今も降ってます、え、そうなの、ララちゃん、うん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 、そうそう、あ、雨やみました、よかった、やんだって雨、やったね、好き、落ち着きました全員が、関東雨やばいんですか、風、あ、風強いんだ、ちょっと寒いですね、なんかもう春服着たいのに、春服着たいのに全然着れない、気温的に、あの春服着て外に出た日があったんですけど、コート、あのダウンじゃなくて普通にコートっていうか薄手の上着着て、そしたら普通に寒かったです、もう梅雨なんですか、春来てないよね、ね、けど桜今年遅そうだから入学式シーズン持ちそうじゃないですか、毎年なんか入学式桜もうないみたいな状態だけど今年はありそうね、春休みになりまして久しぶりだ長期休み、なら YouTube は今週の土曜日ぐらいにアップ、そう今週 YouTube 出します、ね、皆さんからインスタグラムでいただいた質問箱みたいな感じのやつをもらったので、それの回答してる動画っていうか、そうの YouTube を今編集してます、結構だから喋り系なんでテロップうちが結構あるので頑張ってます、今年春やらないことになったらしいよ、今年春ないんですか、春くは、めっちゃララに見られてる、そう結構長尺で喋ってる動画を撮ったんで、ぜひ早く編集してあげたいんですけど、そうめっちゃジャージなんですよ、あの多分絶対卒業したらあるあるなんだと思うんですけど、高校とかのジャージをあの部屋着にしがち、やりません、これ卒業した、学校卒業したらさできることですよ、やっちゃいがちね、わかりますよね、そう高校なんかさ体操服ってさ意外と着心地めっちゃ良くないですか、けど学校通ってる間はさ
その体操服を部屋着にするっていうことはできないじゃん。けどやっちゃいますよね。絶対今でもこう、あ、これ高校のやつ着てるわっていう方とか絶対いそうね。確かに中学校のとか、中学校のも最初は着てました。だんだん着なくなって、今高校終わったからこれを着てます。やっぱいいです、楽です。そう、なんかさ、中学校の体操服ってわりかしどこも違うようなやつが多かったりしがちだと私は勝手に思ってたんですけど、なんか高校の体操服って結構さ、なんだろう、その学校っていうかどこのブランドメーカーに頼んでるかであれだから、学校がっていう感じじゃないですね。だから全然着れちゃう、どこでも。で、普通にあの上、下は別に何もないんですけど、上に、上は普通に刺繍が入って、であの後ろ背中になんか書いてあるから、それでは上を着ながら外を歩くっていうのはできないけど、そう。中学のってまだ着れます？多分着れると思います。中学の体操服着てる、わかる気がち。中学生に戻りたい、それは。そう、なんかさ、わかんないけど、小中高どれが一番楽しかったって言われたら、意外と中学生なのかなって思ったりもしますよね。意外とね、なんか他の人に聞いたりとか、そのもう普通に大人というか、そうそう、みんな高校生って言うと思ってたけど、意外と中学生っていう人多くてね。体操服はお母さんかなが着てる。皆さんいつが楽しかったですか？小中高いつだろうね。あ、祖父が着てるの、いいじゃん、さすが。いつだろうね。そうけど、小学校、小学校ってすごいですよね。6年間通うんですよ。桜ありがとう。生誕 T シャツは普通にレッスン着にしてます。うわー、なんてこと言うんですか。私は小中高のどれが楽しかったって言ってるのに、それに対してアミちゃんを推してる時が一番楽しいとか、アミちゃんといる時とか最高じゃないですか。ですよね。私もです。嬉しい、ハートありがとう。高校だね。あー、なるほどね。まだやってる。そう、ね、けど早いですよね。あっという間に学生小中高終えました。本当に4月8日みゆちの生誕だから、あみちゃんも、本当にまた来たい、本当にまた来たい、めっちゃお願いしたい。そっか、みゆちの生誕か、めっちゃ行きたい、行きたすぎるんだけど、どうにか入れてくれますように。8期っていう特権を使わせていただいてね。もうすぐバイト、頑張って。高校が一番楽しかった。おー、なるほどね。お願いいっぱいしてください。お願いですか、何しよう。本当にみゆちゃんのラジオにゲストとして出させていただけるように頑張らないと。ね、話すことは大好きなんで。お疲れ様です、こんにちは、こんにちは。男子校は楽しくなかったです。そうなの。意外とさ、
私も女子校とか男子校ってさ同じ同性しかいないからめっちゃ楽しいって聞いたことあるんですけど。面白い話ですか？何？最近の面白い話。ああ、これどっかで喋りたいと思って喋ってなかったやつだな。なんかさ MC とかでもさ、うわ最近あった面白い話あるけど、あるけど、なんか MC のその公演の MC とかのさネタっていうか、あのMC を仕切る人が考えてくれたその今日のトークテーマみたいなものに当てはまらないことの方が多いから結局忘れてっちゃうんですよね。あ、これ面白いなって思った話を忘れていくっていうか、そう消化したいっていうか話したいって思うけどさ、全然話す、今日話す、例えば今日なんか最近の何ですかね、 MC 何が多い話題けど、あんま面白い話とかそういう系はないから話す機会があんまないんですけど、まあなんだっけな、これ話したっけな、話してないと思うんですけど、最近のこと、じゃあ最近のことだから、あのこないだね、こないだと言ってももう普通に何ヶ月前とかの話なんですけど、忘れちゃうのはそれほどの話ではないと思いますけどさ、いや確かに忘れちゃうのはそれほどの話ではないかもしれないんですけど、けどそんな覚えてるほど面白いことってそんなそうそう起こらないじゃないですか私はちょっとした前にちょっとしたことで、あ面白いなって思うんですよ。そう、特大に笑えるネタ確かに忘れないじゃ忘れないかなんですけどね、けどまだ何ヶ月前のことでも一応覚えてるから大丈夫、聞いてみてなんかこの間何ヶ月か前にあの美容院に行きたくて、でそれでその予約をしたんですね。でけどやっぱスケジュールがさ、本当直近にならないとわからないから、明日行けるかどうかも直近にならないとわかんないから、でその日、次の日が1日あ空いてると思って、けど今日電話して明日空いてるんかなみたいな、なんか美容院って混んでるじゃないですか、なんか大体予約もういっぱいとかでもうとりあえず電話で聞いてみようと思って電話かけたんですよ。でとにかく私は明日行きたいと思ってたから、明日行きたいって思ってたけど、急にさその日に電話してすいません明日って空いてますかっていう、ちょっとズーズーしいかなと思って言えなかったんですよ、そのなんとなくネット予約をしてないから、そう電話で勝手に言っちゃってるだけだから、普通に電話してすいませんって、あの美容院予約したいんですけどって聞いて、あの私は近日中に行きたいですっていうことを伝えたかったのに、あの近頃いつ空いてますかって言っちゃったんですよあ違う、近頃髪が伸びてきて、あの切りたくてってあの私多分近々って言おうとしたんですけど近頃ってでそれを近頃って言った瞬間、別に自分的には何も違和感なかったんですよ。普通にあの近頃美容院に行きたいと思ってて、あのいつ空いてますかみたいな感じで喋ってたら、なんかクスっていう笑い声が聞こえて、あ近々ですとって言われたんですね、電話で。でその時にえ近頃じゃなくて近々だってなって、恥ずかしかった。ちょっとそう近頃ってさ、確かに日常会話っていうか会話の中であんまり言わないですよね。あのメールとかさで打つとき近頃何々なんですけどって言うけど、確かになんか話し言葉であんまり近頃髪切りに行きたいんですけどってなかなか言わないですよね
そう、近頃話。あとは別に面白くないんですけど、普通に自分がピッて、自分が通ろうとした改札真ん中にこうピーって間違って、自分が通ろうとした改札のとこにピッてすればいいのに、なぜか私分かんなくて、なぜか分かんない、普通にピッてしようと思ったら違う機械に違うレーンの改札にピッてしちゃったんですよ。あれは迷惑かけたと思いましたね。なんでか分かんない、普通にこう横にさ、だいたいあれって左側にあるじゃないですか。なんか知らないんですけど、なんかその右側の違う改札にピッてやっちゃって、その右側にいた人もえみたいな、手出てきたんだけどみたいな顔あんなっちって、ごめんなさいって謝りました。はい、そう、なんでこんなことをしたのか分かんないです。いや幸いね、全然混んでなかった、閑散期どちらかというと。そう、絶対ぼーっとしてたんだと思う。確かリハ終わりだね。何の言い訳にもなら、普通に改札通ろうとして、普通にいつも通りピッてしようとしたら、なんか自分のレーンじゃない方にピッてしてて、そう、普通右にありますっけ、思い出せないね、かな。これけど難しい、話すさ言葉というか、話す内容もそうかもしれないけど、話す工程と話す構成と話すワードととか考えたら、なんかどんな面白い話でもさ、面白くなくなっちゃうし、別にさほど面白くない話でもさ、そのワードと構成が面白かったら、なんとなく面白く聞こえるじゃないですか。むずいね。いや、私のこういうこのやっちゃったっていうか、あの近頃もそうだし、改札のピもそうなんだけど、面白いって思ってもらえる、面白いというか、そういう思ってもらえることもあるかもしれないけど、逆に心配されることもあるから、大丈夫みたいな。そうそうそう、大丈夫ですよ、一応頭多分正常です。そうそう、そういうこともあるよねっていう。ああ。苗字とお出かけした時の写真もう多分全部出してると思う。聞いてる方は面白いよ、あ嬉しい、楽しかった、あよかった。しょうもなって思ったしてます、大丈夫。ですね、リアラは寝てます。全然大丈夫、やったよかった。そうなの、今週金曜日に公開される GSGK でアミちゃんがミオチと行ったカフェ出るの。そうなの、イエーイ、最初に行きましたっていう。やった、どこのカフェかな、そう、リアラは構ってもらえないと寝ますんで。カフェ BPM、 あそこか、わかります、あれはね、確かミオチが探してくれた方だった気がする。そう、こんにちは、こんにちは、あそこのお持ち帰り、
お持ち帰りメレンゲクッキー美味しかった。本当？食べればよかった。こんにちは。なんか急にいっぱいの人が。本当にありがとう。そろそろ仕事に戻らないと。ありがとう。こんにちは。こんにちは、こんにちは。ちなみに今お仕事中っていう人、もう学校の方は終わってますか？学校はもう終わってる？春休み？はーい。だってお仕事中ですか？はーい。お疲れ様です。まだ多分あと何時間かあると思うけど、休憩中。なるほどね。あ、多分時間的にゴールド集めに来た人が集まってきた。どうぞ集めてください。今日休み。おお、一緒だ。筋トレ中。すごい。なかなか筋トレとかそういう系も続かないんですよね。電車乗ってる。仕事中のような、仕事中ではないような。どっち？仕事中に3度ね。すげえ。今日は仕事夜だから今ゆっくりしてる。存分にゆっくりして。それは。いやけど私も今その時期かも。今というかその久しぶりに、そのさ、春休みもう終わっちゃうの？春休みっていうんですかね、高校卒業して学校がないから。やっぱ朝がそんな6時起きしなくても大丈夫で、だからすごくちょっと今幸せです。けど幸せ、うん、まあ朝起きなくていいだけなんですけど。そうけどね、あのめっちゃお腹鳴る。なんか思ったのは、この何もない日というか予定がない日で、やっぱりなんかね、自分で何かすることを考えないと本当に人間って一生ね寝ちゃう気がするんで、なるべく一日一日やること決めてやるようにはしてます。しようと思ってます。そう、そうしないと本当に腐っちゃう普通に。けどあのあれなんですよね、そのさ、あ、偉いですか、ありがとう。いやけど本当に予定は、休みの日はなるべく予定という予定は入れたくない人なんですよ。なんて言うんだろう、なんかうわ、例えばさ、今日時間あったなとか、今日意外と遊びに行けたのに暇だったなっていうのとかあっても、それってその日になんないと分かんないから、それより前の日になんかこの日遊ぶ日にしようとか約束しとこうっていうのはあんまりできない人なんですよね。できないというか、したいけど自分から誘えないから、人を。だからそう、意外、あ、今日誘ってどっか行きたかったなって思うことは多々ありますよ。私本当に人誘えないんですよね。そう、なんか遊ぼうってそれこそメンバーとか同期同士でなっても遊ぼうってなるんですけど、連絡その場で日付を決めれるならあれなんですけど、また後日連絡するわとか、また話して決めようみたいな、メッセージでやり取りして決めようってなったら自分から連絡できないから、そう、だから一番何が多いかって言われたら誘ってくれて行くことが多いです。
フォローしました、ありがとう。そうしそう、だからなんか気軽に普通に誘える人になりたいよね。なんかこの日遊ぼうって気軽に言える人になりたい。みおちとかほのとかは結構とかはね誘ってくれる、は連絡くれる。そう、他のメンバーとも本当に遊びたいんですけど自分から連絡しないから、なかなか、あの誘われたらめちゃめちゃ行くんですけど。そうでね、考えてみたんですよ。あ、自分別にそんな友達少ないと思った、どうなんだろう、なんか別に友達少ないなって感じたことはあんまりなかったんですよ、学校とかでも小学校中学校でも別に。けど考えてみたんです、確かにその学校にいて話す子とかその知り合いっていうか、まあ友達、学校でいう友達はいっぱいいるのかもしれないけど、あの自分から誘えるっていう、誘えるとか遊ぼうって気軽に連絡入れれる人とか学校以外で遊ぼうってなる人って本当に少ないんだな自分ってなって。そうびっくりした。なんかどっちかって言うとさ、みんなじゃあ地元って言ったらみんな中学とか小学校じゃんの友達って、とやっぱ近いからすぐ遊ぼうってなるかもしれないんですけど、私本当に一人しかいないんですよ。あと小学校も何回か変わってるから本当にそこまで知り合いがいなかったです。考えたらそのフッカルでご飯行こうって言える人がいなかったです。だ唯一中学校小学校の友達は一人かな、一人仲いい子がいるぐらい。けどその子ともあの距離だいぶ遠いんですね。そう、私あの仙台、宮城県に住んでたことがあるからその時のお友達で、だから会おうって言っても簡単に会える距離じゃないんですよ、遊べる距離じゃないから。本当になかなかあの本当に遊べない、3年に1回も会えてないぐらい。そうだから無理でしょ、小学校の友達は一人しかいないけど、マジで遠すぎて会えないし。で高校は、え、じゃあ中学校飛ばしな、中学校は中学校もトータルで一人でした。それまで各学年仲良くしてた子は全員違ったんだけど、あのね、遊ぼうって自分から誘えるのとか、その卒業した後もやっぱり連絡取るのって結局一人なんですよね。そう一人でした。なんか自分が唯一誘えるのはその中学校の子ぐらいかも、中学校の時の友達ぐらいかも。高校もね遊ばないです、高校の友達とはね。あんま時々学校帰りに遊んだことはあるけど、なんか休日とか休みの日に遊んだことは多分ないと思います。みんなね結構ねあの予定合わないんですよね。なんかみんな 今の学生みんな忙しいんですよ、びっくりするぐらい。ねえらら本当にみんな忙しい、みんな先々までさ予定ある、あってびっくりします、
自分もその毎日毎日なんか忙しいっていうわけじゃない、まあコンサート期間とかライブ期間はそうすごい被ってたりとかあったから忙しいなって思う時あったけど、なんかみんなはもういい感じに忙しいから、自分がちょっとあライブ終わってあのライブ終わったとかの後って、まあ、ちょっとお休みあったりするんですよ。みんなそこいい感じに忙しいから結局会えないっていうね。そう確かにね。だからあの基本休みの日というかはあんま予定入れなくて家でペットと戯れてることが多いです。みんな休みの日何しますか？多分これ本当人によると思うんですよね。うわ今日一日休みだと思ってその日までに予定を詰めとくタイプと詰めないタイプと、あとは一人だからどっかお出かけしようって思える人と、いや一人だしなと思ったお出かけできない人と。私は一人だとなかなか買い物行こうって思えないんですよね。そう行ってもいいんだけど、そのあこのカフェ行きたいとかなってもさ、そのちょっと今一人だしなってなって入れない時あるじゃん。で私わりかし何でも一人は大丈夫なんですけど、あんまり行かないかもな、家にいるかも。なんか家でだそれこそなんかもう才能ないんですけどネイルのなんか用具買ってきてそれやったりとか、あとはピアノはなんか全然上手くないけどその YouTube とかで見て弾いてるの見て、あこれ弾きたいと思ったらなんかちょっと触る程度に遊ぶ、ピアノで遊んだりとかするかな。あとなんだろう、あとああ一生片付かない部屋を片付ける片付けようと思って部屋に閉じこもるんですけど、なんか気づいたら片付いてないんですよね。謎とかかな、はい、趣味にお菓子作りって書いてたよね。確かに恥ずかしい。最近あけど昨日人参スープ作りましたよ私。初見でピアノを上手そうな顔と思いました。本当に嬉しいけど、私あの楽譜読むの大嫌いなんですよ。そう致命的でピアノ習ってたんですけどなんか楽譜読むのが本当に嫌いで、読めないわけじゃないんですけどその読んでる時間が本当に嫌いだったんですね。こうやって弾きながら見るじゃん、だから弾く前に一回楽譜読むじゃん、もうそれが嫌すぎてでだからどっちかっていうと楽譜見て弾くっていうよりは耳コピー派なので、その自分で弾いた感覚で覚えたいから、そうあんま楽譜見ないからっていうのでちょっとやめちゃいましたよね。だからあの1回だけあピアノ習ってました。1回だけ中学校の頃伴奏、いや音楽発表会の伴奏みたいなのをやらせてもらったんですけど、え猫踏んじゃった超多分早いよ1回ね音楽発表会で伴奏やらせてもらったんですけど、その時も楽譜はあったんだけど、その楽譜と同じ伴奏、多分同じ伴奏だろうっていうパッと見ね私の勘なんですけど同じだろうっていうのが YouTube で上がってて、それを弾いてる方がで、それを私その
あの伴奏は楽譜一切見ないで、その人の YouTube を見ながらずっと練習しました。だから本番もなんか楽譜は置いてあったんだけど、置いてあっても別に見ても何も分かんないから、何も分かんないから、そうなんかこうやってめくらないといけなかったの、その楽譜。けどそんなさ瞬時にめくれないしと思って、最初の1ページ引いて一生めくらなかったです。だってめくっても分かんないんだもん、あんなの。あーらら、何、そう、どうした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 、え、ララが消えた、ララ、ララ、なに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 、どこ行った、なんで背中にいるの、ララ、え、もうララ出てきて、ほんとにね。そう、なんかね、3年ぐらい、え、3年、え、違う、3年以上経ってるよ、5年、5年は経ってると思うんですけど、あの曲を弾いてから。けどね、感覚で弾いてたから、今でも若干あの何も考えずに弾いたら多分弾けるけど、ちょっとでも次何の音だっけって考えたら、もう全部があの狂っちゃって、次どの音弾けばいいかもう分かんなくなる。どこら辺の位置に指を置けばいいか分かんなくなるから、何も考えないでだったら意外とまだ弾けました、昨日は。そう、そうですね。何時か、今何時、あ、見えない見えない見えない、ちょっと待ってね、あ、ごめんなさい、めっちゃララの毛とかついてんだけど。3時18分じゃあそろそろ1時間ぐらいになったんで一回切りますね。ランキング読もう、ララ。いきます。13位タクボンありがとう。12位ペコマルありがとう。11位終わりなき旅さんありがとう。10位ユーリパンありがとう。9位アキラさんありがとう。8位ユウさんありがとう。7位フェニックスさんありがとう。6位ラリマルありがとう。5位ビースケさんありがとう。4位ヨシケンさんありがとう。3位ひさまるありがとう。2位ツヤポンありがとう。そして1位はユウスケさんです、ありがとう。みんなありがとうございました。土平日にこんなお昼間の時間を使ってくださって、外めっちゃ風強いんだ。風って何気に一番嫌ですよね。ね、風ってめっちゃ嫌よ。この髪型好きですか？やった。あ、ちなみに23月28日公演に出演させていただくんですけど、あの普通に近頃の電話をした以降にまたね、あの最近美容院に行ったんですよ。髪をね結構切ったんで。まあまあ、けどさ、もともと長かった人がさ切ってもあんまり気づかれないっちゃ気づかれないんですけど、あの切りましたので、まあまあまあお楽しみにということで、今日はなんとなくポニーテールにしてました。結構、けど意外と結構切ったんですよ、結構切ったんですけど、あの自分的には変わったって思うんですけど、もともとが長かったから、あのあまりわからないかもしれないけど、気づいたらまた変わったって思った方がいたら教えてください。あと一個、これ言おうと思ってたんだ、これのために、あのインスタグラムをやらして、こないだというか最近インスタグラムをやらせていただいてて、あの今不調ですか、インスタグラムわかんない、不具合があるのかも、私の携帯の問題のせいなのかもしれないんですけど、容量というかなんというか問題かもしれないんですけど、あの皆さん DM くださる方いらっしゃるじゃないですか。で、あの返事とか既読とかつけられないんですけど、なんかリクエストっていう欄に来るんですよね、多分そのリクエストがっていうの
で来るんですけど、そう、それで通知にはならないかもしれない、なんかリクエスト欄みたいなところに、そう多分来るんですけど、送ってくださったら。けどね、そのリクエスト欄が一生見れないんですよ。なんかもうめっちゃ多分私が上げたストーリーとかにその反応とかしてくださった方とかがいっぱい、そう送ってきてくださってるのが全部今見れなくって、多分まあ時期的っていうか、まあそのうち治るとは思うんですけど、だからあの何かめちゃめちゃ休養がある方、なんだろう、もしモバメを撮ってくださってる方がいたら、モバメとかルームスとか、あとはあそこら辺の何かしらのツールで伝えたいことがあったらお願いします。そう今見れないんですよ全部、うん、そう DM は確かに事務所管理だから既読とかも何もつけられないし返せないんだけど、一応さ見れるって言ってたじゃん、あのアカウントが共有なんですよね多分、DM の DM というかインスタのアカウントもツイッターのアカウントもこのアカウントも私のアカウントではあるけど、あの運営さんのアカウントと共同だからっていうので、そうか、だからその送ってなんで見てないのとかなんで知らないのって思っちゃうこともあるかもしれないんですけど、今見れないですあの意地悪っていうか、なんかあのその辺、例えばさ公園でこの髪型してとかなってもさ、あれしてないお願いしたのにってなっちゃうかもしれないじゃん、そこだけごめんねっていうそうっていう感じです。で今日休みだからあみちゃんの YouTube 見まくるわ、嬉しい。じゃあそろそろ終わりますね、バイバーイ。ララが眠そう、バイバイ